Don't get around much anymore. Don't get around much anymore. 構成は AABA、キーは C、トーナリティはずっとメジャー。ジャズのビギナー向きなんですね。初めのコード進行が長い1625。しかも6がメジャーで、セカンダリードミナントの導入にもなります。テンポが比較的ゆっくりなので、1625、セカンダリードミナント、メジャーのトーナリティなどが一度に学べる、ジャズ初心者にはもってこいの練習曲なんですね。A メロからいってみます。C、D マイナー、D シャープディミニッシュ、E マイナー、 A7、 E マイナー、 C ディミニッシュ、 A7、 2, 7, 5, 7, F, F minor, B flat 7, C, D7, F sharp, half diminished, B7, E minor, E flat minor, D minor, G7. で、この先はウォーキングベースにしましょう。1625の裏コードですね。